それでは早速まずはお客様へ一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。本作の主演チームのエースとなるスキップかすみを演じられています。本田美優さんお願いします。はい、えー、皆さんこんばんは。<laughs> <ー> <laughs> ありがとうございます。えー、映画カーリングの神様で清水かすみ役を任せいただきました本田美優です。 いやついに皆さんに見ていただける日が来ると嬉しくてこれから皆さんには初めてですよね見ていただくわけなので結末を言わないように気をつけながら皆さんが少しでもこう楽しい気持ちでさらに楽しんでいただけるようにお話ししたいと思っております、えー、ですのでどうか最後まで席にいてください <laughs> よろしくお願いします ありがとうございます。続いて、かつての霞のチームメイトであり、ライバルチームのエースを務めました、眉を演じられています。川口由里奈さん、お願いします。はい、えー、こんばんは。曽根原眉役を演じさせていただきました、川口由里奈です、えー。本日はカーリングの神様、史上最速で見ていただける日ということで、とってもワクワクしております。どうか最後まで楽しんでいってください。今日はよろしくお願いいたします。 続いて、全くの素人でありながらかすみのチームに参加するみのりを演じられました長澤五木さん、よろししくお願いしますみのり役を演じさせていただきました、長澤ですえー、今日はこんなたくさんの方に見ていただけて本当に嬉しく思います。最後ままでよろししくお願いします続きましてかすみと小学校時代からのチームメイトでちょっと気の強い夢を演じています。 泉千夏さんお願いします、はい、中澤ゆめちゃんを演じさせていただきました泉千夏と申します、えー、本日は初めて上映されるということで少し私自身もちょっとドキドキしながらちょっと同じような気持ちでここに立たせていただいておりますとうとう皆様本日は楽しんでいってくださいませ。はいいありがとうございます <laughs> 演じているキャラクターとはまた違うキャラクターのご本人の姿がちょっと見えたかなと思いますね、はい、では続いて女子高生キャストの殿ですねかすみ率いる三好ステラのチームメイト佐帆を演じました白倉葵さんお願いします。 牛山サホ役の白倉葵です。本日はお,しお,お足元の悪いところがある中、えっと来てくださって本当にありがとうございます。面白い会話がわちゃわちゃ生まれると思うので、ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。 そして本田さんはじめカーリングに青春をかける女子高生たちを時に厳しく、そして温かく見守るカーリング場のオーナー上田を演じました高島玲子さんお願いします。はい、はい、あオーナー役のあの高島玲子です。えー、本当にあの2022年のあの東京オリンピックで本当に日本人選手があの頑張っていらして本当にカーリングのファンだったんですけどこの作品が来て本当に光栄です。もうほっ 本当に可愛いんですよ本当に可愛くてパワーがあってもうこんな素晴らしい共演者の中であのー、今回映画に参加できて本当にありがたいと思っております今日は短い時間ですけどどうぞ楽しい時間をお過ごしくださいよろしくお願いいたします最後に本作の監督であり数々の映画賞に輝いていらっしゃいます元木克秀監督よろしくお願いします どうも、えー、監督をしましたモ木キカです今日はありがとうございます、えー、この作品はあの今年1月に撮り終わった、えー、映画なんですけれども今日のあの華やかで美しい女性の皆さんを見て本当に、えー、この方たちと自分は映画を撮ったのかなとあの <laughs> <laughs> 戸惑いながらこの場に立っております本日はよろしくお願いいたしますさあでは皆様にご挨拶いただきましたありがとうございますそれでは 本作についいいいててととお話を伺っていきたいと思いますまだ皆さん見てらっしゃらないということですのでネタバレしないようにだけ気をつけつつですねお話を伺えればと思いますまず本田さんですけれども、まあ、普段フィギュアスケートをやられていらっしゃるということで馴染み深い氷の上だったということですが予想外に結構苦労されたというお話をスタッフの方から伺いました。どうだっったんですかなんででですすかか知てる本当にあの 何でしょうね、共通点というのはもう氷の寒さくらいでしたあのフィギュアスケートは滑る時にこう外向きにこう滑るんですよねでもカーリングは普通にこう歩くようにまっすぐ足を置かないと滑れないんですけどその少しの角度なんですけどその足の癖っていうのがやっぱりもう17年目18年目に今突入しているのでそのやっぱり癖っていうのがどうしても染みついているのでカーリングのこの。 足というか靴に合わせるのがすごく苦戦したんですけれどもまさにスタッフの皆さんからそして監督から一番あの「ミユちゃんは大丈夫でしょう」ってこう言われすぎてですよね <laughs> 会った瞬間に、まあ「美羽ちゃんはねもう大丈夫だよ」って言われたのがもう私もそのつもりで「あ大丈夫か」と思って練習に参加したらみんなからも一番私が遅れを取っちゃうくらいやっぱりできなくてそこがすごい実は難しかったんですい。 知らなかったですか,か監督は。い,ね、い,いやい一番堂々となんかね<っ>なんなんていうのあれス,スケーティングじゃないけど。一番プロってましたよね。<laughs> うん、本当ですか。うん、感じはしました、ね、か,かったです。いや監督はその練習にたまに急に見に来るんですよ。だからその瞬間にやばい監督がいるからいいとこ見せなきゃと思って頑張ってました。あそうなんだ。はい、全然知りませんでした。<laughs> どうですかあの本作を撮り始めた時の本田さんのカーリング監督をご覧いただいて。 いや見,見事なもんですよああ今日これからご覧いただけば分かると思うんですがあの必ず練習するように1か月以上2か月近くかなお願いしたんですけどまあ僕はお願いするだけなので <laughs> それでスタントもあの用意したんですけどほぼなしで、うんえー、皆さんプレーとお芝居できたんで素晴らしいなと思いました若いっていいなと思いました。 んですよね、それでスタントマンさんを今回使わずに作品を全て作り終えたっていうのは素晴らしいことですよね。ありがとうございますでは続いて川口さんですけれども幼なじみでライバル役の設定だったということで、はい、普段笑顔の素敵な川口さんが笑顔を封印ししたたという役柄でした <laughs> 演じる上で苦労された点はどんなところですかやっぱりこうミオステラのみんなとはちょっと孤立した存在の舞ちゃんなので。 こうやっぱりお芝居シーンでは本当に集中力が大事な役柄だなって思いながら演じていたんですけどカメラが回ってないところでは本当にもう,こう爆笑というか笑い声がもうずっとあるぐらい温かい現場だったのでちょっとなんかこうその温かさに飲まれないように自分を抑えてたたところもありましたね <laughs> オンオフの難しさみたいなところがあったんですね。すね特にあの ちゃんがですね結構周りを笑わせようとなんかこう本当に常にこう一人で寸劇し始めたりとかでそこに美羽ちゃんがちょっとあの今は静かにしようねとかっていう,なんかうきっちり管理されるのかなと思いきや一緒になんかこうそこに乗ってそこがお茶目で可愛いなと思いながら。 はい、見てましたね。とっても暖かい現場だったんですね。一回やってきますか、皆さん、今日笑顔、笑顔、今、どうですか。一回、わかりました。見せてもらえますか、今じゃ。あそうですね。でも、ちょっと長いよね。まあ、すぐにピピット番組で。はい、はい。なんか、まあ。対応可能で。まあ、そうですね。今日、まあ。雨、だ、降ったじゃないですか。もし、雨が。雨だったら。皆さん。皆さん、これ。痛い、痛いけど。幸せじゃないですか。みたいな。 ハッ素晴らしいんかこの沈黙までも楽しいっていうはい感じですというようなことをずっとずっと話し日でしたどうですかねもうロケバスの中でもみんな聞いてた聞いてましたよねミえちゃんが一番反応してあげてたかも私だけがねのったえちゃんって一番世話してくれい。一番リアクションがよかった初めて見たひなみたいな気持ちですよマママママママ <laughs> いやでも今日もあの本番始まる前に裏で皆さんで写真撮り合ったりとかねとても仲がいいんだなっていうのはこうちょっと私も見ていてすごく感じました川口さんありがとうございでは続いて長澤さんが演じましたみのりさんですけれども映画の中で最もカーリングが急に上達したというそういう役割だったと思います、はいはい、あそこまで頑張れた理由っていうのはみのりは何が理由だったんですかね いやもうたくさん考えたんですけどでもやっぱり好きだからかなって思います本当にカーリングに興味を持って好きじゃないと続かないんじゃないかなと思いますしもちろんトレーニングしたり大変なことがたくさんあるんですけどでもそれも全部こう楽しめてたから最後まで最後までっかこう試合に出たりとか、うん、こうミオステラのみんなと一緒に試合に出れたりしたんじゃないかなって思います。 実りの姿は本田さんやっぱりこうミオステラのメンバー。結構刺激になってたんじゃないですか。なってました。あのー。やっぱりみおりちゃんが上手なショットを決めると、やっぱり力が違うっていう設定だからこそ。うん、私たちも本当ライバルのように、あ悔しい。頑張ろうという気になってましたし、本当役。役の中でこの生活してるような感じで、ずっと私はもう見てました。<laughs> はい。 悔しかったです毎日 <laughs> 泉さんはちょっとね劇中では思うところもあるのかなっていうのもねちょっと見えたりしましたね。いやちょっとねなんか 目で訴えてるところが多かったですねすごい目してるなーって思う時ありましたね結構やっぱ <laughs> 自分でご自分で見て後からそういう風に感じたんですか思いましたね <laughs> なんていう目してんだこれの思う時結構あったので自重しようと思いますだ <laughs> から <laughs> ぜひ皆さんこの後あのご覧いただけると思いますね泉さんの目にも注目していただければというふうに思いますでは続いてありがとうございました 泉さんお話伺ってきたいんですけど、まあ、思ったことははっきりと口に出すという夢を演じたと思います、はい、なかなかこうご自身のキャラクターともちょっと違うところもあったと思いますが難しいシーンあればぜひ教えてくださいそうですねあの私の中で結構撮影長い撮影の中でここ難しかったなって思うところが本当に撮影初日の時で撮影初日に一番激行するシーンだったんです。 でその初めての撮影の時だったから空気にもちょっと離れしなかったというか空気慣れしなかったのでえここで今私怒るのみたいなのが <laughs> ありましたねその空気づくりをこう必死にご飯食べた後に撮影だったんですけどそのご飯食べてる時も「どうしようどうしよう私できる?」みたいなことはなってましたね。 作品を見た私は全くそういうふうには思えなかったんですけれども。本当ですか。監督はどのようにそのシーン見てましたか。いや、全然,全然そ、そこまで考えてたとは、ま、全く。思わなかったけど、あの、でもよくあそこまで、あの、怒ってくれたなとは思いますしね。<laughs> っ<た>はい、なんか、あの、最近、もう、もう、僕も感心したんですけど。見事に皆さん、セリフは入れてくるし、自分の役柄も分かってき。 来て入ってくるからね。最近の若い女優さんすごいなと僕なんかお思いました。はい。さっきも喋ってましたよね。え？さっきも話してましたよね。最近の若手すごいよね。そうそう俳優さん俳優さんたちはすごいね。もうセリフを入れてきてね。高島さんもなんかそうおっしゃってましたし。本当にそう思うんですよ。はい。特にこの作品でまたもうこの皆さんがやたらしもう普段の顔と急に芝居するとき全く変わりますよね。うん そやっぱりそう思われました。はい、あ。そうです、ね。セリフはしっかり入ってんの、ともうギリギリまでべちゃべちゃ喋ってて。<laughs> それで、なんかセリフをちゃんと言えるんですよ。本番になると。なんだこいつらみたいな。<laughs> <laughs> もう羨ましかったですよ。そう言われてますけど、いかがですか、皆さん。やばいですね。今日のニュースの見出し、なんだ、こいつらで。<laughs> ね、決まりました。<laughs> 決まりました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。続いてもうすでに話題にも出ていますが、白倉さんが演じた作法ですけれども、もまあ、結構緊張したシーンとか。でもこう作法がパッと映るとホッとできるような女の子の役割だったと思います。撮影振り返ってこれは嬉しかったとか。こういう時に笑ったとかっていうエピソードがあれば、まあご自身が生み出した笑いが多かったのかもしれないですけど、<laughs> 教えてください。そうですね。まあ私自身がすごい面白いので、<laughs> 皆さんがやっぱりそのシビアなシーンとか。でもやっぱちょっと変ってなっちゃうんですよね。だからそこを。 クシ集中できるシーンは集中させようと、うん、コントロールはしてみました。<laughs> ね、<laughs> 結構そのね、あのコミカルなキャラクターだからこそ、結構こうシリアスなシーンの時とか、はい、特にカーリングの練習の時とかっていうのはどうだったんですか？そうですね。カーリングの練習の時はもうみんなやっぱりカーリングって言ってるので、結構あんまりいろんなことは考えずに済んだんですけど、やっぱりシビアなシーンとかだったらもうみんな目が。 決まっっちゃってて <laughs> でもやっぱり全員が全員決まっちゃってたら怖いじゃないですか、うん、カーリングの神様みたいな感じなのに、うん、なのでちょっとサホちゃんだけでもちょっと、まあ、カーリングの神様顔を残そうと思って、うん、っていう感じの顔を意識しました。うん 本当にあの劇中にサホに助けられるシーンたくさんあると思いますのでぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います続いて高島さんお待たせしました今日ここに集まった女子高校生たちを見守る役柄として演じられてと思いますけれども、はい、実際にまあ、ちょっと先ほどもちょっとありましたけれども彼女たちの奮闘ぶりっていうのはどのように映ってましたか いやあの奮闘ぶりですかもう常にこの感じで、うん、なんか1年経ったんですけどあの撮影してから、はい、本当変わってないか、ね、<laughs> <laughs> 本当に仲良しで、うん、なんだろう本当に常に何か皆さん楽しそうでそのちょっとした合間にそのリンクが使えるっていうとみんなで「あ練習させてもらっていいですか」みたいな<ー>みんなで練習しに行っていてなんかその本気度っていうのがもうちょっと なんかこう感動しましたよね。なんか私も一緒に練習させていただきたいなみたいなあのまあそういうシーンなかったんですけど残念ながらまああの本当にいい影響をいただいたというかあのありがとうございます。楽しかったです。<laughs> はい。どうですか。今ねそんな風にあの高島さんおっしゃってましたけれどもあの本田さん。えでも高島さんが見てくださってるシーンがあったじゃないですか。だから高島さんの。 例えば拍手するシーンで私たちがミスしちゃったら、うん、<laughs> ダメだから、もう高島さんを寄ってる時も私たちはもう絶対ミスしないようにと思って頑張ってました。はい。いあの六角さん側とおかしいんですよ。<laughs> もうね、もうこっちの影にいるんだからと思うんですけど、もう一人でもうこうずっと。 こうな,なんですかなんか震えて応援してるんですよ彼あの六角さんも面白いんですよね六角誠二さんですはいはいね本当にあの、ね、その辺もちょっとあの脇も結構頑張ってあの応援してましたんでいやあの本当に楽しかったですねね、はい、も本当にそのそ楽しさっていうところが作品にしっかりと出ているなっていうのをね見ていて感じましたありがとうございます。 では続いてですけれどもあの本木監督に伺いますこれまでの作風とはちょっと違ってですね、はい、女子高校生とカーリングという題材を選んだ理由をぜひ教えてくださいあの、まあ、いろいろあるんですけど僕自身がカー,カーリングって、まあ、普通の人ぐらいのレベルしか興味がなかったのでそれをちょっと研究したいなというのとあと本田美優さんはいどんなお芝居するんだろう 怖い。<laughs> と思ったら、まあ期待を、期待以上の、いや、そ,えー、それちょっと思ったりして、あとはそのおっしゃってたように。日頃フィギュアスケートやってるから、すごいアスリートなんじゃないかとか、い,いろんなあのイメージはして。はい。望みましたよ。あの監督はこんなことは思ってたんです。あまり。<え>あまり言わなかったかもしれません。本当思ったんですか。おも、うん。監督はお芝居の、そう、見てくれて、カーリング専門の監督さんもいらっしゃって。 やっぱり監督本木さんは私がちょっとミスしても優しくて今良かっっったたよてて最初言ってくれたんですでもどんどん目がもう厳しくなって,て最後のシーン私完璧に決まったんですよショットが、うん、よっしゃと思ったら監督が「もう一回やっとく」みたいな感じでおっしゃってそれがもう監督自身ももうカーリングへの技のね,そうそうね撮影しながら目が超えてきたってなんじゃないかなと思いましたけど <laughs> でもね大事なのはあのお芝居なので。うんうん それ皆さん見事だなと思いながらね白倉さんなんか、ま、回すんじゃなかったのかそうです回転図しなみに回しそうと思ってたんです <laughs> ね今日ね裏で打ち合わせの時おっしゃってましたねそんな感じでした、はい、ありがとうございます、はい、さてここからはこの「カーリングの神様」っていうのがチームワークや友情の大切さを描いた作品ですので皆さんにとっての「 友達の条件、結構シビアなこと言いますね友達の条件とその理由を聞いていきたいと思いますまあ、例として私ですけれどもまあ、一緒にサッカーやプロレスの観戦に行ってくれる人っていうのが条件でまあ、スポーツっていうのはやっぱり誰かと一緒に声を出して応援することが大切だと思うのでそういう人が友達だといいなっていうふうに思っていますでは本田さんからぜひ教えてください私何を一緒に見に行ってもらおうかな <laughs> そうです私は結構もう,もうみんなお友達って感じになっちゃうので、うん、あの友達じゃないなんて思う人はいないんですけどその中でも運命的なその約束していないのに会っちゃったみたいなのはすごいもう運命だって、うん、ずっとこの先も友達なんだって仲良しなんだって思っちゃうんですけどちょっと一個いいですかあの、うん、この撮影が終わってからある、まあ、ごはん屋さんで。 高嶋さんとバッタリあの日からお友達ですか <laughs> そう私ももう本当にあのものすごい混んでる焼肉屋さんだったんですけ、はい、急に急に見えちゃうもう本田さん急に「すいません高嶋さん」って来た時に私もテレビ見てるのかと思ってて <laughs> なんでここにいるんだろうみたいな私もあの時からなんか愛を感じるんですけど。<laughs> はい <laughs> <laughs> これからもよろしくお願いします <laughs>。ここでお友達が成立しましまたね、はい、<laughs> では続いて川口さん教えてください。はい、友達の条件そうですね私はえー、っとククリリススススママを好きな人ですか私が将来自分のお家を建ててでそこにクリスマスルームというお部屋を作りたいという夢があるんですね。 こうクリスマスのインテリアとかで作れたお部屋を一年中毎日こう自分がクリスマスを楽しめるようなお部屋を作りたいという夢があるんですけど可愛、えー、いい夢 <laughs> あるんですけど <laughs> いい夢ですやっぱりお友達も好きでいてくれた方が一緒に楽しめるかなっていうあ一緒に一年中クリスマスを楽しんでくれる友達。さすがに毎日ちょっと 相手はきついと思うので <laughs> まあ毎月24日とかでいいおいいですね、はい、そう言いたいと思いますはい、はい、ありがとうございます <laughs> では続いて長澤さんお願いします <laughs> 私、いやでも今お二方がおっしゃってた時に考えてたんですけどいや難しいですね、でも一緒にいて楽しかったらもう友達なのかなって思っちゃいます <laughs> <laughs> となるとこのメンバーはいやもう友達ですあ すあの高島さんとかおこがましく友達ですとか言っちゃったんですけどでも本当に仲が良くて撮影終わってからもこう連絡取ってくださったりとかして本当にずっと仲良しなメンバーなので今ここに私がいて,て本当に嬉しいなって思ってます。素敵なメンバーでででで監督いいですねご自身のの作品で友達ができててるっていうのは、はい 良かったです。友達の輪が本当に広がってね、良、うんはい、かったと思いますよ。ずっと仲良かったんで皆さんね、うん、あの泊まってたところでもなんか卓球台があるところでずっと話してましたしね、<ー>宿泊するところでね、うん、はい。いや素晴らしい仲間たちと。何話してるのかな？<laughs> 思いますけれども。全くその輪の中には入れずにま <laughs> 悩ましく思ってました。<laughs> うん、では続いて泉さん教えてください。はい えー、そうですねこれでも回答次第では結構性格とかバレていやいやそこまでのことはね皆さんかえてないですよね,ね。友達の条件としては私は結構その一緒にいて落ち着くとか、うん、無言が平気な子あのなんかすごい彼氏にする条件みたいになっちゃうんですけど、はい、<laughs> 無言が平気ででもなんか話す時にはちょっと。 なんかあんまり頭を使わない会話ができるような、ん、子の方が結構落ち着いたりとかします。うんね、あとや,やたらにちょっと詮索してくる方にはちょっとあっち,ちょっとここまでやめてもらえるみたいなのはあるから、うん、ちょっとリアルだよね結構リアル。<laughs> なんでちょっとそういうのを求めたりはしちゃいますねで<ー>でもその点はちょっとあれですね。 あの泉さんが演じたゆめちゃんとも似たところがありそうな感じが。そうなんですよ。そう、そういうところでは。あのゆめちゃんとめちゃくちゃ仲良くできるな。と思いました。落ち着いてますよね。大学一年生ですよ。入ったばかり。19歳。まだまだピチピチの19歳です。はい。まだいいですよ。ありがとうございます。では続いて白倉さん教えてください。はい、そうですね。私はやっぱり。 相手がパンを加えてバッ食パンにジャムを塗ってまあ投稿してる最中に「おっと」だったらやっぱり友達かなとは <laughs> ちょっとごめんなさい私8年アナウンサーやってきたんですけど <laughs> なんんて返せばいいかか本気で本気で言うともう,一回もう一回言ってあもう一回いきますか <laughs> もう一回相手が何だって 朝起きてでまあ走ってこう来て食パン加えてあんて来るじゃないですか来てってなってちょっと正直に言います正直に言います今のは冗談で冗談で言うとあの一つでも尊敬し合えるところがあればっ友達急に本気のこと言いましたね言い方がちょっとあっ友達かなって。 じゃあ結局パンを加えて走ってる人は尊敬できるっていうことですよねまそうですね、うん、一番尊敬にあたる部分ではあります、ね、なるほどなるほどありがとうございます皆さんわかりましたかねはい。では続いてこの後になかなか難しいかもしれない高島さんどんな方がお友達の条件になりますかね <laughs> すいませんすっごい難しいですね,ね<え>でも真面目なこと言うとですね、はい、やっぱりあの共に成長できる人ですね、うん なんかあの前向きんですよ絶対後ろに下がらないような、うん、そういった意味では本当今回あのだからさっき監督とも話してたんですけど本当最近若い俳優さんとかがものすごいパワーがあって本当に尊敬すすべき人多いんですよね今回もこの作品でもう皆さんにものすごくいいなんかなんか学びを得たというか,<ー>なんか楽しそう。うん なんかあそうだ私何してたの仕事って楽しいんだろうなっていうのをこの作品で学べたのでみんな友達おって思っちゃいました若い <laughs> 映画界の未来明るいですね明るいですよね高、ね、い才能が才能本当もう、ね、素晴らしいですいありがとうございます、はい、では最後に監督もぜひ教えてください,い,い僕いらないでしょ <laughs> お願いします <laughs> いりますいい今このこのネタは伊さんが近いかな あの静かに黙っててもあの反対じゃないですか。なんで？えパンクやってぶつかってくるのはちょっと。人の話を聞いてくれればそれでいい感いい感じで余計なことも言わないし聞かないしそれでなんかあの同じ方向いてなんかねはい歩いてる。向こう見てますよね今。はい。まあそれで言うと今回のでも僕の友達。 感はいいです。えでも今のね、<や>お話で言うと、今回は皆さん、このカーリングの神様完成に向けて、同じ方向を向かってきたわけじゃないですか。すまとめていただきました。はい、うまく。<か>ありがとうございます。すねはい、友達ですね。はい、<laughs> はい。皆さん、お友達ということで、はい、あの、勝手に私がお友達と言ってますが。<laughs> はい。まずは監督からお願いします。<laughs> はい、あの、私もこの映画撮り始めた時、全くカーリングのことなんかし、わからなかったので。えー、そんな私でもわかるように。<laughs> あの取っていって仕上げました。えー、どうぞ気楽にあのご覧いただければと思っております。本日はありがとうございました。では本田さんお願いします。はいえっ、ー、とそうですねあの先ほどこれが始まる前に監督から自信持っていいよと言っていただいて。 あの監督が本木さんがそう言っていただけるなら私も自信を持ってお届けできるんだというふうに今日確信しましたここにいらっしゃるお一人お一人あの私と同じぐらいの方かなと思う方もいればあの先輩方もいらっしゃる本木さんと同じ方々もいらっしゃる気がするいろんなそれの方が今日来てくださいましたが皆さんお一人お一人に似合う見方が絶対にある作品ですので絶対に後悔させない画が,ができたと思います。今日は最後までどうぞ お席にいてくださいとっ終わっちゃったお席にいてくださいよろしくお願いしますありがとうございました